もしよろしければ、誰かが揉んでいただいていいですかね。揉む。うわ。終盤戦に差し掛かったところで、ナイト山田が技術テストを要請。2日の教育でゴッドハンドを作れるというそのノウハウが試される。ここをこのままこうやってほぐすっていうのを一旦自分なりにやってみてください。こうなりますよね。で、じゃあ4本指をかまして、ここをイメージしながら一旦肘を開いてみてください。で、このままこうグラデーションで圧がかかるような指先に乗せるような感じでグーってしてみてください。厚みが変わるのも分かりますかね。あ、そうですね、分かります、分かります。そういうことですね。中に入ってくる感じはありますね。そうですね、うん、なので、まあ、今ちょっとこの触れ方と指の使い方だけ教えたんですけど、うん、一応10項目全部であります。チャンプをするときにこういう風にされる方が多いんですけど、うんうんうん、これっていうのは力学的に言ったらもう力が外に逃げてしまってるので、うん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 、なんで弱いんですよ、うんうん、姿勢伸ばして肩下げて、うん